はい、おはようございます。高幸です。今日はね、アルト HA36S にスタッドレスのね、履き替えをやっていこうと思います。準備しているのはジャッキとレンチとナットですね。そしてこれからはね、リアルタイムでお届けするタイヤ履き替えですね。私が何分でタイヤ履き替えを完了できるのか、以前もね、こういう企画やったことあるんですけど、毎年ね、タイムが伸びるのかどうなのかね、ちょっと楽しみですね。じゃあやっていきたいと思います。じゃあこれからリアルタイムで進行します。はい、ということでね、始まりました。リアルタイムで進行しますということでね、ちょっと24ファンだったのでね、ちょっと癖が出てしまいましたが、始めていきたいと思います。いやー、ちょっと背中出ちゃってるね、これね。ちょっと恥ずかしいね、これね。ジャッキーはね、なんかね、こういうちょっと変わった形してるジャッキーを私使ってます。何用だったか忘れちゃったけど、確かちょっと背が高い車のジャッキだったような気がしますね。ちょっと久しぶりのね、タイヤ交換なんで焦ってますね、これはね。はい、 T シャツ直しました。これね、1本目なので多分ね、焦ってますね。本来はね、もっと効率よくやんないといけないんですが、私もね、もう整備から離れてしまってるんで、あ、タイヤ回っちゃってるんじゃん。しばらくね、車いじりとかはね、してないんですよね。ですが、まあタイヤ履き替えぐらいはね、体が覚えてると。これサイドブレーキかけ忘れてるのでタイヤが回ってしまうというね、ミスを犯してます。これしょうがないから、サイド引くよりはタイヤ下ろして回そうと思ったんでしょうね、これね。はい、ナットを外してってますね。まだね、感覚が戻ってないんだと思いますね、これね。はい、で全部緩んだからジャッキを上げ始めて、外れちゃえばもうね、はい、こっちのものですね。はい、でスタッドレスを装着していくと、はい、でナットを変えないとね、ダメですね。まあ同じナット使ってもいいんですけどね、冬はね、あのエンカルで錆びるので、一応ね、使い分けた方がいいかなっていうふうにね、私は考えてますね。まあ、以前このチャレンジをしたのは、レガシー B4 だったと思うんで、軽自動車だからちょっと早いかな。ナットがね、4欠だからね、レガシーは5欠だったからね。これね、締め付けトルク、私はもう手締めでね、もうトルクが体に染み付いてるんで分かりますけど、一般の方はね、できればトルクレンチ使って締めていたいところですね。締め付けすぎもダメだし、軽く締めすぎもダメだし、絶妙なね、塩梅が必要ですね。まあ、こういった十字レンチで力強く締めてキュッキュッっていうぐらいが、だいたいね、10キロぐらいですね、トルクのね。一般的には10キロぐらいとね、言われてますね、ホイールナットの締め付けとかね。はい、で今度はリア左ね、ちょっとね、カメラで見えづらいんですけども、さっきよりは順調にいってるようですね。これ特に早送りとかね、してませんので、
リアルタイムのこのスピードになってますね。なので右上のタイムが実際に今かかってる時間ということになります。本当はねこの渡辺ホイール好きなんで冬もずっと渡辺を履いていたいんですが、まあ、なんせ私ねこういろんなとこに行くんで車でね、なんで雪山にね急に行くことになるかもしれないんですよね。まあ、なんか事件があるとね飛んでったりするんで、いつどこに行くか急に行くことになるかわからないので、まあ、ちょっとね早めにスタッドレスは履きます。結構ね私群馬住みなんですけど、群馬県もね結構雪降るんですよ。ちょっと山に登っていくとねもう雪が積もってるという状況で、でこの私の自宅周辺もね、まあ、年に何回か雪が降ったりします。まあ、常に積もっているような地域ではないんですけどね。はい、と言ってる間にリアはリア左は締め付けが終わりましたね。はい、そして右前に行きましたね。右前なんですが、ここの駐車場がねちょっとね前方に傾いてるんですよ。傾斜しているので気をつけないとね、こう車体がねジャッキから外れて倒れることがあります。昔1回ぐらいやったかな。これはねちょっとねいかんですね。これねサイドブレーキねかけてないですねこれね。ちょっといつもの癖で、はい、皆さんサイドブレーキはねかけてやった方がいいですね。はい、左でジャッキを上げて右でもねちょっとずつ回すというねテクニックをねさっきやってましたね。まあ何事も何かをね、しながら別の作業もするというね、マルチタスク能力というんですけども、まあ、そういうのね、私は結構重要視してますね。でまあ前輪のタイヤ外してますけどもね、前輪のタイヤ外すときはねブレーキパッド残量ねこういった機械なんでどのぐらいあるか見とくといいかなと思います。はい、ちょっとね焦っておるようですけども、はい、いやもう8分になってしまいますね。はい、どのぐらいでいくのか、いやこの調子だと10分は厳しそうですね。このね、タイヤ機械も普段仕事でやってるればねもっとかなり早くできるんでしょうけども、これでもね、まあ、半年ぶり以上ですねのタイヤ履き替えになるので、まあ、これでもね感覚がまだ鈍っている方かと思うんですよね。まあ、走り屋の時はね毎日のようにねタイヤを履き替えてね走りに行った思い出がありますね。昔はね AE86 とかねスカイラインをね乗っておりました。まあイニシャル D のね聖地の群馬県にねいるということで、まあどっぷりねイニシャル D はい、そして次が左前だ。は
はい、これでラストですね、最後の1本どのぐらいのタイムでできるのでしょうか。はい、ちょっとねカメラの目の前に立ちはだかってしまってすいません。ちょっと詳細が見えないかな、ここやばいですね、見えないかな、ごめんなさい。はい、これね、なんでね、ちょっと遅れてるか、めんどくさいかっていうとね、ロックナットをね、1個使ってるんだよね。各輪1個ずつね、ロックナットって言いましてね、特殊の専用ナットで、特殊アダプターじゃないと回せないね、盗難防止のナットが4輪に1個だけついてるんで、それがですね、今下の方に、ホイールの下の方に見える専用のねレンチですね、これね、専用のレンチ、これをね1本専用のレンチで回しているので、ちょっとねその分タイムロスがあるかなというふうにね思います。さて、もう少しか、10分は過ぎているぞ。ブレーキパッドはまだまだありますね。まあタイヤはね、もう、ご存知の方も多いと思うんですけど、前輪がねハンドルを切る操作するタイヤになるので、前輪が比較的早く減る車が多いので、スタッドレスをね履くときには溝がある2本を前輪の方にね履くのが基本となっております。まあ、後輪タイヤはね、後輪駆動の車はね、後輪もが動いて駆動力がかかるので後輪タイヤも減るので、まあ、ハンドルを切る前輪が減る方と後輪がね減る方と、まあ、それは乗り方にもよるかと思うんですけど、前輪駆動の場合は圧倒的にね前輪が先に減りますね。なので、まあ、定期的にね前後ローテーションというのをしてあげるとタイヤが均等に減って、長持ちするということでございます。はい、いよいよ終わるかな。ジャッキを下ろして終わりじゃないかな。はい、はい、はい、ということで完了です。いや、何分何秒だったでしょうか。はい、無事ね作業完了しました。これを車屋さんに頼むと大体2000円から3000円ぐらいの作業かと思います。皆さんよかったらご自身でやってみてはいかがでしょうか。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高行き追走クラブチャンネル。